さあ、アルフィネ選手、フォックス、シャチ選手、デイジー。さあ、何をしている？アルフィネ選手が、ガブコド選手がシャチ選手ですね。そうですね、ガブコロ選手がシャチ選手です。されておりますが、はい、ガブコロということで、その殺意は届くのか。コスマッシュ、まあ、ブラスト打っているが、そうですね、このカードは、まあ、結構あれですね、デイジー側、あまり技、クーエネとかあるんですけど、そんなにリーチが長くないのと、まあ、フォックス側は、ね、発生早くでガン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 攻めていけるっていうところで。あと、コンボもね、結構、落下速度速かったり、そもそも体格がそんなに大きくないっていうのもあって、しにくいところでもありますし、デイジーが復帰阻止が、まあ、崖飛び出し、冬空母ぐらい。あの、下から復帰するフォックスにはね、そんなに、まあ、横から横火できたら空前とかできるんですけど、それ以外だと、あの、崖より空母ぐらいしかないので、受け身取られてしまうと、まあ、結局復帰されるよね、みたいな。なるほど。おーっと、横スマッシュ、ギリギリだったね。さあ、横スマ振っている。おーっと、ベビー受け取れていないが、これは帰ってこれるぞ。さあ、さあ、回避読みの上様。さあ、お互いどう撃墜通す？上様振っている。やっぱりね、フォックスは上様、横様、それぐらいしか逆に撃墜策があまりない。空上に通して上様とかもありますが、スマッシュ以外で飛ぶのは空港ぐらいかな、本当に。そうですね。空上も若干飛ぶ印象ありますが、あ、そうですね。空上も。飛びますが、あーっと難しいですね。客違いがただでさえちょっと難しいキャラクターなので、サイデージは。さあ、先にストック先行したのはガブコロ選手、その殺意が届いた。さあ、上に虹を描いて 52%。 横スマッシュは当たらない。 DA 差し返して株抜いた。横尾で復帰、まあなんですね、これはもう、まあ、フォックス使うにあたってはもう仕方ないことではあります。正直ダメージ稼がれてる。早めにダメージ稼いで、おっとデスマッシュ。フォックス先生、フォックスはね、やっぱり早めにダメージ稼いだら一気に撃墜隊持っていけますが、逆にね、一回撃墜下るともう本当にそこからの撃墜がどんどん厳しくなっていくと。よくスマッシュ、おっと、よくスマッシュ当たった。2ストック目スパイク取ってね。そうですね、 72%、 おっと 83%、 早くイーブンに戻したいところだが、もうここから逆転できるのか。まあ、あのフォックス、あのそうですね、攻撃性能自体は本当にとてつもなく強い。で、守りに関してもリフレクターとかあるので、あーっと怖いぞ。あ、しかも株が強い。おー、怖いぞ。ガードも削れた。上スマッシュ、横スマッシュ差し返し、おお、あーっと、横火引いたところに横火引いて、ね、差し返そうと思ったら、おけつが、お尻が飛んできた。じゃあ第8試合1本目はシャチ選手。さあ、ガブコロ選手がアイスクライマー、アルフィーネ選手はワリオ。はい、第8試合2本目でございます。はい、このカード的にはですね、まあ、あの、ワリオが飛び道具がね、まあ、一応バイフも飛び道具判定なんですが、まあ、実質飛び道具ではない。そして、まあ、そうですね、クーンとか当てて効果力コンボは一応できるんですが、まあ、それ以外で言うと、近接戦はそもそもね、アイスクライマーが強いので、でもアイスクライマーは飛び道具、結構強めの飛び道具いっぱい持っている。下火や NB、それらで、まあ、待たれてしまうとね、差し込みは空上の、まあ、空中軌道が高いので、差し込み通しにくいっていうわけではないんですけど、まあ、二人いるので、どっちか片方に空上の当たらなかった場合、攻撃当てられないとか。結構ガード不能の MB とか、空打 NB とかも、もう一人が暴れてしまうと通らないっていうところなんで、ちょっと難しいカードではあります。さあ、どうなる？ 109% ですが、ワリオがね、やっぱり、まあ、一つの特徴とすれば、やっぱ一番大きな特徴、おならがありますので、今ここで 132% 先元気追されても、最終的に一足並べば、おなら溜まっていればね、空上からおならとかで撃墜できるので、まあまあ、まだまだ分かりません。今のところはアイスクライマーが有利です。さあ、下スマッシュ。ワリオの下スマッシュは、本当に弱いよっと横スマッシュ。
はい、横スマッシュに頼ってよくお互いに横スマ振ってる。DA お互い DA 振って空上抜から下強うまい。スマッシュしか打てないぞ。下強ないですよ。早く撃墜したいか。横強。うわーっと。ダイソンのような吸引力。全人類なぜか横スマホールドに引っかかってしまう。ね、やっぱスマバレやってると誰でも1回は引っかかりますからね。ありますね。なんか横スマ溜めてるのに突っ込んで当たっちゃったっていう、あれね、何なんでしょう本当に。あれ死後が経験する。さあ空上で外出して、おっとバイクでライン回復。さあ暴走族だと、おっと爆発。スマ交通事故。さあおなら溜まってるぞ。空後はまだ撃墜しない。バイクで復帰。約 44%、 これ厳しい。空後けどね、やっぱワリオ、まあ一応ちょい重量級ぐらいが属しているので、まあ、重いですね。よくしましたよ。これはおーっと、これはうわ、なんでそこで使っちゃったの、もったいない。これはもったいなすぎる。僕はリードしたが、なんでそこで使っちゃった。おーっと、これでもう、これでもうね、全然もう追い詰められたらワリオがひたすら厳しい展開になってしまいました。さっきまでは俺にはまだおならがあるぞって言えたんですが、もうなくなってしまったんです。さあもうここまで来るとパーセントリードされるとひたすらワリオ厳しい。そして差し込み立ち回りは今のところおそらくアイスクライマー側が有利ということで厳しい展開。さあ横スマ風前追い返す。横 B でバックアハー。どうなる。崖返したスマッシュ、まだ撃墜はしない。おっとスマッシュ撃墜。さあこれでね、先に2本取ったシャチ選手、ガブコロ選手、まあ、名前通りしっかりガブガブ選手、ガブガフ選手をしっかりして、さあアルフィネ選手、ピット、ナヤ選手、ネスということで、まあ、このカードはそうですね、あのネスの主力は誰で PK ファイヤーが結構、まあ、ネスのね結構主力技ピロークが多いんですけど、そこら辺を、まあ、ピットの下火が全部かけ消すということで、復帰の時とかも厳しいんじゃないでしょうか。ネスの、上火復帰の際も、まあ、下火に近づいていくだけで上火どっかに行っちゃうみたいな、まあ、できるだけ移動回避で復帰したいところですね。ネスは移動回避の距離が長いので、おっと横スマッシュ読み合わせは当たらないが上ぬ。おーっとミスティング。おっとなんでだ。ナヤ選手的にやっぱ復帰が若干厳しいところがね、そうですね、あるかもしれないですね。初心者なのにさらに復帰が難しいね。救急車ぐらいでも使ってないとネスの復帰はできませんから。さあスマッシュ食っている。さあアドバイスしておくと、一応ネスは空中前で、あれですね、引きながら空中前とか強いですよ。さあうおやはりこれが難しい。もう何よな、スマッシュ、スマッシュ、これは仕方ない正直。さあ掴み通して横スマッシュ復帰が、これはもう間に合わない。いやージャンプ来てる。さあ1本目取ったのはアルフィネ選手のピット。さあ2本目ナヤ選手クロム、アルフィネ選手またもやブラックピット、ピット、ピット族が続いてますね。さあもうこれはもうさっきとほぼカード変わらない。さっきのことより言ったはね、クロム動きやすさはあるのではないでしょうか。ですね、復帰のなんか借りかられやすさ以外はまあかなり動かしやすい。おっとこれはあーうみー、あーっと位置ずれできていればといったところですが、ジャンプ潰されてましたね。これは悲しい。おっとジャンプし早すぎる。やはりジャンプ潰されてしまうと復帰が厳しい。クロームはね、あいにジャンプ切ってしまうとまたもや同じ展開になってしまいそうだぞ。あーっと終わった。終わってしまった。あっけない、決勝戦あっけなさすぎる。じゃあ第1回アイファク、お前はキングダム。
有敗者そうですね、有敗者は、ナヤ選手ということですね。いやでも初心者ながら参戦したその勇気にね、そうですね、仕方ないですね。正直賞賛を送りたいと思います。もうプレイ時間が違いすぎるので、まあ、これ実質アルフィネ選手が、まあ、有敗者というところでしょうか